こんばんは。いや、人は見た目が結構重要。突然ラファエルさんみたく言ってみました。まあ分かんない人は分かんないでいい。ラファエルさんってね、2017年の9月26日、人は見た目が結構大事。なんかね、広告でね、人が見た目によって反応が違うっていうのがあって叩かれてるみたいよ。いや、それ違うだろうと思うけどね。綾瀬はるかさんが目の前にいるのと、例えば悪いけど鈴木紗理奈さん、同じ芸能人でも鈴木紗理奈さんが目の前に出てきて落としたリンゴとか拾ってくれるのと、どっちにもありがとうございますって言うけど、ときめきが違うよね。どっちも綺麗、どっちあもちろん鈴木紗理奈さんも綺麗なんだけどね、芸能人だしね。で、俺見たらこんなね、清潔感がなくて、この高級感がない肌着のタンクトップ着て生肌さらしてたらね、それはもう見る人は目に入れ耐えないよね。まずひげ剃って清潔感出して眼鏡変えて髪の毛はそこそこ伸ばすのがいいんだな、きっと。まあ、これでもワイルド系っちゃワイルド系なんだよね。まあ何を言いたいかというと、はいじゃね、なんかね、退屈だからね、録画始めてみた。日付言ったっけ、2017年の5月26日の夜8時42分でございます。昼に身もだえする男っていうのを作ったんだけど、あれはひどかったね。久しぶりにひどかったけど、まあそれはそれでいいとした。クレームについて語ったんだよね。あらひどかった。まああれだ、あれを保管するっていうか、ちょっと追加するっていうくなると、まあ、あの、なんて言えばいいかな、商売しててみんなに等しくいい接客をして、した方が本当はいいんだけど、お買い物で、例えばお客さんでいつも来てくれる、いつも大量にコンビニでもなんでもね、いつでもいつも来てお弁当20人分買っていくお客さん、いつも来てくれるお客さんと、ふってちょっと旅行で来てトイレ借りるついでにガム買いましたっていう程度のね、お客様、どっちもお客様なんだけど、企業的には手が足りないときにはダメなことだけど、きっと多分ね、差が出ていくんだと思う。まあコンビニはそんな差はないんだけどね。そんなコンビニで差が出る接客なんかないからね。ありがとうございましたと、お弁当温めますかと、そのくらいの接客しか出ないけど、ほら保険とか、保険だったらすぐ何も言わずに来てくれるとか、不動産関係はよくある話よ。不動産関係は実際自分が受けてるからね、そういうこと。あの、超格安物件の超あの古いアパートの物件の場合は、もちろん不動産に入る手数料が低いから自分で見に行かないといけません。だって風呂なしトイレ共同で、1万5000円から1万8000円のぐらいの流動的なものだったのね。そのなんで流動するかっていうと、なんかよく分からんけど水道代がね変わるからなんかの理由で、月で一月変わるんだよ。1万5000円になって1万8000円になって1万5000円になって1万8000円になってて、水道代金の関係だった。そこはね、富士見荘っていう富士山が昔見えたっていうぐらいの東京のアパートなんだけど、
あ、その前にそうか。まあそれもそこもそうなんだけど、何軒かいきなり東京にバイクで行った時に何軒か、まあ1軒か 1軒目で決めたんか。もうとにかくもうきつかったから特にどこでもいいっていう感じで決めたんだよね。まあ当然ね、あの案内なんかしてくれないの。だって月1万5000円とかの超格安物件だからね。しかも富士山が見えるとかそういうレベルの、もうなんたあんた何十年前ですかっていうようなとこですから、うん、手数料の関係でとかいろんな関係で全然案内なんかしてくれません。でもほら家賃50万とか30万とかなると、最低でも8万円とかだと、とかそんくらいのクラスになると連れて行ってくれるよね、案内してくれるよね。まあそんなもんですわ。コンビニだったらまあお弁当20人前買ってくれようがガム買ってくれようが接客にそんな違いはない確かにないや。自分で言い出したけどないファミレスだってないああいう差が出るのはそう保険とかね、生命保険とか車屋さんとかね、うん、いい車を高級車を買って、まあ、いつも買ってくれてよく買ってくれる人と、なんていうかボロっちい車の安くてボロっちくて修理もギリギリまでしなくて、そしてさらにそれを値引いてくれるようなお客さんにはもうあんまり多分してくれないでしょ。やっぱ安定的に定期的にちゃんと大金使ってくれる人も大切にするよね、忙しい時は。保険屋さんもそう、うん、そんなもんだよね。やっぱ忙しいからね、忙しいってことはなるべくでっかい大きい収穫をガポって手に入れないと、小さいやつだけかき集めてたら時間だけ食ってね、割に合わないのね。昔俺が言ったカウンセリングの話もそうなんだけど、回転数を稼いで中途半端なお話を聞くだけのあれだったらすんげえ雑になるよねって、雑になる。だからあの心療内科とか精神科とかいうとこは5分診療5分診察だからね、さあすんげえ雑だよねって、わかるわけないよねって話ね。5分間しか話さないってだからね、話さないというかもう顔見て、うん、どんな感じ、うんうん、そうか、うん、じゃあお薬これねあげとくね、じゃあね、またこんな感じだからね。でもほら30分とか1時間とか予約制のとこは30分1時間ちゃんと話を聞いてくれるわけよ。でもそうするとお医者さん1日8時間働く働かないかとかしてたらね、朝9時に始めて夕方には終わろうかって話だからね、休憩時間だって必要だよね。そんなずっとずっと毎日ずっと何も考えずにずっとお客さん入れてたらそれはもうお医者さん疲れちゃうからね。それ1日にせいぜい5人とかそんくらいでしょ、1人1時間としても頭痛くなっちゃうからね。だから1人当たりの単価を引き上げるわけね、生活できるように。それか時間を決めて10分交代とか30分交代でギャンギャン回していって1日何十人って相手をすると、ただ雑になっちゃうよね。雑にならざるを得ないってやつ。だから高級な対応とか接客を受けたければやっぱりそれなりに払うものは必要ですよってこと。体にいいもの、美味しいものが欲しければ、うん、まあそれなりにやっぱこれはいるよって。安いなら安いなりの理由はちゃんとあるんだよってことはやっぱね、それは仕方ないよねってこと分かってて、みんな生きていこうねっていう話でした。ちょっと分かりやすく追加したらね。うん。だってね、ほんと、ちょっとした金額しか使わないのに、とてつもない要求をすることってあるからね。お客さんっていう
そこだけで見てね、それはまあ要求をするんじゃなくて、逆に企業側が求めてんだよ、従業員に。そうそう、企業側求めてんのか、勝手にね。あの昼間のモダイル男でも言ったけど、いらっしゃいませこんにちは、いらっしゃいませこんにちはって連呼するのは上から言われてるから、仕方ないからしてるだけでね。あれ本当はお客さんに会った時と目が合う玄関とか受付とか、あカウンターにいる人が伝えとか、どこでも何でもいいけど笑顔でいらっしゃいませって大きな声で言わなくていいから、一人誰か必ずいたら、いるから顔があったら挨拶をいらっしゃいませ、いらっしゃいませって言って、他の人はもう別に騒がなくていいのよね。でその人たちも仕事中でこう本とか補給したり回収したりした時に、すれ違う瞬間とかに顔があったり笑顔、顔があったとかすれ違うとか、とにかく顔を見たら近くまで来た時にね、遠くにいる時は騒がなくてよ、でかい声でいらっしゃいませって言わなくていいよ。もう近くに来て声が聞こえるような距離になったら、いらっしゃいませ失礼しますって、これでいいんだよ。そして会計とか終わった時とか、すれ違う、自分がカウンターじゃないけどカウンターの近くをすれ違う時が、お客さんが何かお買い物をしていってさあお買いになる時とかに、ありがとうございましたとかね、カウンターの人ももちろんありがとうございましたって言うけど、でもすれ違う瞬間にありがとうございましたって、これだけでいいんだよ。ありがとうございました、またのお越しをお待ちしておりますとかまで長くすると、言うのに必死でね、心こもらないから、ありがとうございました、またのお越しをお待ちしております、ありがとうございました、いらっしゃいませいらっしゃいませ、ありがとうございました、またのお越しをお待ちしております、またのお越しをお待ちしております、いらっしゃいませいらっしゃいませ、いらっしゃいませこんにちは、いらっしゃいませこんにちは、いらっしゃいませこんばんは、これはコミュニケーション客だから、いらっしゃいませこんばんは、いらっしゃいませこんにちは、いらっしゃいませ、またのお越しをお待ちしております。もう言うだけで必死だから、疲れるから、パワーが取られるから、それだからこれはもう一人一人丁寧に、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、笑顔、これでいいんだ。俺はそう思ってんだけど、企業としてはもっと上のクオリティを求めていくからね、最低賃金しか出さないくせに、うん、まあそこが働くとこがないからわがまま言えないってとこでね、じゃあもっといいとこで自分で働けばって話言われたら、超きちい耳痛いって話だからまあね、みんな誰でもできる仕事しかねえじゃねえかって、もう近寄れねえよ、そんなお医者さんの世界とか看護師さんの世界とかプログラマーとか近寄れねえ、誰もができる仕事しか近寄れねえってわけだからね、今だから勉強してないとこうなるんですよね、反省ね、そこは。まあ勉強するとか環境じゃなかったってなって言い訳をね今言わせてもらうけど、まあそういう余裕はなかったと、うん、興味がないことはできないよと、余裕がなきゃできません、で今からすればいいじゃん、遅くないよ、うん、それもそうなんだけどね、チャンス自分で作るために頑張るっていうのもチャレもそうなんだけど、うん、恐ろしい恐ろしい、もうそこに時間使うのは成功法ってわけでもないし、即戦力を求めるとか考えると、いや恐ろしい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 、自分で何かやった方がいいと思うと思ってね、俺は自分で考えた、何年かかりでカウンセラーです。ただし治療行為はありません、医療行為でもありませんっていう話なんだ。はぁ、だからね、なんだっけ、今ちょっと家の中ドタバタドタバタしてて頭が忘れた、今ちょっと家の中ちょっとねあっちドタバタドタバタしてて、そんな感じですね。何だったっけ、何を話そうとしたっけ、分かんなくなっちゃったな。あ、そういうわけで、そこはもう昼の話は終わり。それなりの元も求めるなら、やっぱそれなりにお金は必要だよってことが、でも日本ではそれなりのもの以上のはるかに高い品質を与えてしまうよっていう社会なんだよ。だから結構みんなきついと思う。
品質が高すぎる接客なのよ。品質高すぎるから手抜けないのよ。手が抜けないと疲労するだけなんだけどね。全力疾走させてもね、仕方ないしね。まあそれは俺は会社の社長じゃないから、そこはもう知ったこっちゃねえ。俺に力がないからね、そんな。で、今日のこれは何だっけ、何を言おうとしてたっけ。見た目の話はもういいとして、なんか見た目で変わるって CM で炎上してんのが、まあそりゃそうだよねって。見た目ですら態度変わるよねって。何が言いたかったんだろう、忘れた完全に忘れた、完全に忘れた。まあいいや、雑談か、それでいい。 Xbox One の話していいから、するよ、もうしたいから。 Xbox One X プロジェクトスコーピオが11月ぐらいに出れるみたいです。これはね、買わない方がいいよっていう人も結構いる。っていうか、結構いるとか一人しか知らんけど、買わない方がいいっていう意見もわかる。買わない方がいいのかなと思う。俺も。あまりにも日本で持ってる人少ないから、買う人少ないでしょ。そしたら対戦ゲームなんかする日にはね、目も当てられないようなことになると思うのよ。人が集まらないからね、ゲームするために。64人集まってほしいのに64人集まらないからね。でも、ドラゴンクエストとか、そういう一人でプレイするゲームだったら、もう絶対欲しいアイテムですな。俺は別にネット対戦とか興味ねえよって人は、これはいい、ものすごく買っていいマシンです。PSO Pro について買わない方がいいっていう動画見たんだけどね、いやこいつらちげえだろって、なんかそんなに変わんないよとか言ってるけど違うよって。1秒間にね30回の絵をね、紙芝居をペラペラってペラパラパラ漫画ってわかるかな、30枚の絵を1秒間に映し出すのと60枚の絵を映し出すじゃ緻密さがだいぶ違うの。例えば手の動きだったらこう滑らかに見るのとカッ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 ってなるのね。これは多分秒間30フレームからぐらいと思うけど、だからちゃんと追随できてないはずだよ。それが60フレームになるとこれがちゃんと見えるようになるような感じ。まあこれはカメラ性能だからね、まあそこまであれなんだけど、秒間60だったら1秒間に60回写真を撮ってて、それを1秒間で表してるのよ。1秒間だよ。60回だよ。写真をカチャッ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 って1秒間に60回、ダダーって 連続で撮ってるのよ。それを流してるから、ものすごい滑らかだよね。でも30になると、粗さが出てくる。で、PS4 の性能というのが、だって30は出せない。オープンワールド、オープン系のゲームだったら20とか落ち込んでくる。落ち込んでいきます。オープンワールド系だったら25とかね。そしたらば前、画面やっぱおかしいんだわ。粗さが目立つんだわ。見えにくいんだわ。つうわけで、俺は PS4 Pro は買った方がいいと思うけど、Xbox One、X は買わなくてもいいと思う。まあ買ってもいいんだけどね、お金がある人は。
ネットゲーム用に PS4 一人で楽しむように Xbox One X、 お金があったらね、そこはでしてパソコン買えばいいじゃんっていう人もいるけど、まあああいう家庭用ゲームしかできないソフトもあるしね、まあ、両方買っちゃうのが一番なんだけど、お金ないからまあ買えないよね。みんな大体お金持ってないはずだから、そんな大金10万20万の世界だからね。まあそこでまた出たのが PS4 Pro にハードディスクじゃなくて SSD っていうのをつけたらなおさら快適だと思う。だから Xbox One X を買うお金があったら PS4 に500ギガぐらいの SSD を入れて遊ぶ。容量小さいと思った人は1テラがあったら960ギガぐらいだったらよく見てるからそれを買えばいいと。2万円ぐらいだと思う。でもね、遊ばなくなったソフトを削除したら容量はちゃんと確保できるからね。そんな1年に10作品とか20作品とかプレイする人じゃない限りは、俺だったらせいぜい年に1個か2個、ワンタイトルかツータイトルぐらいしかねやらないような人だったら全然問題ないからね。5タイトルでも、5本でも別に困らないと思う。1個最大70ギガとして5735だからね。で中にいろんなそのプレイステーションを動かすためのソフトも100いくら入ってる人、まあ、ギリギリ5本ぐらいかな、やっぱ5本ぐらいかギリギリかもしれんけどね、うん、5本ぐらいがギリギリだったと思う。中にシステムの用の容量が一体何ギガ取ってるか分かんないけど結構取ってると思うから 100以上いってる可能性があるから分かんないけどね。いろんな仕組み、ほら YouTube でも何でもいろいろ入れ込んでるから、見れるように作ってあるから、まあ余裕かまして150ぐらいは残しておいた方がいいかなって。だからゲームに使えるのは350ぐらい、350GB ぐらいが、いいかなと思います。だからまあ普通に遊ぶんだったら500ギガの SSD でいいのかなと思う。プレイステーション4プロの人はね、プレイステーション4の人は SSD は入れなくていいと思う。あの規格がね合ってなくて高速化がそこまで見込めませんと。高い金を払っても、仕組みがね SSD の高速に対応しておりませんと話だから、ほんのちょびっとは速くなるみたいよ。ほんの少しはね。でも PS4 プロの用には速くなりません。PS4 プロの場合は半分とかになるからね。半分ぐらいの時間になるから。半分。もしかしたらもっと速いやつもあるし、まあ同じようなソフトもある。全然速くならないよっていうソフトもある。それはまあね、気にしなくていい。速くなることは、遅くなることはないから。というわけで PSO を初めて買おうと思ってる人は PSO Pro 買ってください。後悔ないように。 PSO Pro です。うん、ネットゲームをすると思った人はね。でもネットゲームなんかそんなにしねえよと思ったら Xbox One 一択です、今のとこはね。だってプレイステーション4でできるソフトってXbox One でできるしね。まあペルソナとかできないみたいだけど、日本ドラゴンクエストはどうなのかな。どうなんだかね、わかんないから調べて買った方がいいよ。でも年にな、やっぱね、日本は日本のゲームが出るのは PS4 だからね、無理せず PS4 でいいと思うな。さあ飽きたから次の話題に飛ぶぞ。 iPhoneギャラクシー、エクスペリア。今度はそっちの話に行くぞ。
ずっと欲しくて見てました。いいなぁ、すげえなぁって。結果ね、一番いいのはギャラクシーだと俺は思ってます。今。思ってます。LINE とかしてて、Xperia の画面サイズで、あの画面サイズだったら、その、文字入力画面出しちゃうと、候補、予測候補ね。あれのおかげで、書いてある文字のとことか、相手の返事とか見れるとこが超狭いでしょ。あれ、結構弱点なんだよ。変換候補3段階とか出すともう見れなくなるからね、ほとんど。だから、縦長ディスプレイの iPhone X とか、Galaxy Note は、そこの弱点がね、なくなるから。だって上から下までディスプレイだからね。文字と変換候補いっぱい出しても、まだまだ見てるってやつだから。で、それで一番見て思ったのが、やっぱ、ギャラクシーだなーって。で、カメラとか動画の性能を見たけど、ギャラクシーなんだ、やっぱ。Xperia が優れてるのは、笑顔とかした瞬間にそれを察知して撮る機能と、1秒間に960枚撮れる写真の機能。1秒間に960枚はすごいんだけど、すごいんだけど、だからどうしたって話なんだよね。うん。スーパースローモーションで何を撮るっていうやつなんだよ。いや、最初は面白くて撮るんだろうけど、活かせないんだよね。飽きるって人間あるからね。アリンコさん撮っても面白くねえし、だって実験でろうそくで火つけてみて、火の動きとか揺らめきとか見ても、面白いは面白いけど、だし、車の流れを撮っても、と思うしね。結局ね、もうテレビ大体やっちゃってるよね。水玉のほら、水のしぶきが出る瞬間とか、水玉に、水面に水が落ちる瞬間とか、わーすごいって最初思うけど、今じゃもう見飽きてるでしょ。あ、そんな風に水って弾くんだ。っていうようなもんって使い道がないんだよ。あと、AR 機能かなんかよくわからんけど、3D スキャンか。俺たちの顔を 3D スキャンして、あのプラモデルみたいなやつにプラモデルを作る機械にデータを送ってお人形さんを作るとかいう機能があるんだけどね。まあ、面白いっちゃ面白いんだけど、まあ、その 3D プリンター買わないといけないっていうね。まだ今対応してないみたいだけど、すぐ対応させるみたいよ、後で。まずそのね、3D プリンターはまあ普通は買わないね。3D プリンターっていうのはね、あの、材料を入れて、機械がね、その材料を使って、まあ立体的な模型を作ってくれるの。立体模型。まあプラモデルをプラモデルなんだけど、あの、自分で組み立てるんじゃなくて、もう最初から完成品ができちゃうってやつ。だって、使い道ねえなって。まあ多分将来的にはそれを使って動くアニメみたいなやつがこう俺たちがキャラクターになって動くようなこともさせるんだろうけど、面白いっちゃ面白いけど、それよりは写真とかムービーの綺麗さの方がいいかなと思う。 Xperia ちょっと残念。その分お値段は1万か2万は安いと思います。ギャラクシーより。ですが、月々払っていく、あれで買えば、ローンで買うわけだから、あんまり気にしなくていいと思う。ちょっと頑張ってギャラクシーの方がいいかなと思います。iPhone も13万するけど、買う人が言うなら、8買うぐらいだったら、10買った方がいいかな、と思います。まあ、考えない方がいいことだけど、売る時のことまで考えるとね、まず Android 勢はね、Galaxy 以外は落ちると思う。値段がガクってね。
iPhone に至っては下がんないからね、極端には。もう iPhone に至っては毎年のようになんか買い取りセールとかやってるから、今年も始まってるから。あれはね、はあ、もう、売る時の言葉で考えると iPhone 一択だよ。悩んでる人いる？ iPhone 10買っときゃもう間違いないよ。ただし買えるか買えないかというと買えないと思う。人気が相当なもんだみたいだから。相当なもんっていうか、作ってない、作れてないみたいだから、部品が間に合わなくて。部品が間に合わなくて作れてないみたいだから。だからそもそも少ないんだよ。だから余計にね、高く売れるってことで、財産として買ってもいいってことだよ。お金に困ったら、まあお金に困っててスマホ持ってるのもあれだと思うけど、まあ売るときこと考えると、Xperia とか Galaxy 買うぐらいだったら iPhone 10買って、で、緊急事態の時には売るってことでね。まあそんなちょっと緊急事態あったら困るし、で5万とかたって売った時5万、6万、7万で足りるのかなっていうのもあるんだけどね。でも財産的な価値としてはまあ、あるね。それで決めるのもなんだと思うけど。まあ、性能的にはカメラの性能も動画の性能も見た感じ、YouTube で見た感じ、同じ。若干だからギャラクシーがいいってとこ。ギャラクシーがいい。そこはいい。ギャラクシーがいい。液晶に関してはね、もうギャラクシーが提供してるからね。サムスンが。まあ、そこは見なくていい。同じようなもんだから。同じようなもんです。液晶はエクスペリア負けてると思っていいです。まあ負けてます。液晶は有機EUには今んとこ勝てない。今んとこっていうか今んとこは勝てない。いつか勝てるのかなと思うけど、わかんない。液晶の将来は。どうすんのかな、切り捨てんのかなって思っております。液晶で有機EUに勝てるとか、なんか、どうたらこうたら、まだまだ改造できるとか、なんか、そういうこと言ってたけどね、どっかの基地で。でもまあ、勝てないと思うんだよね。勝てないというか、どっちも実用に耐えるよね。じゃあ安い方で別にいいんじゃねえって話だね。でもあれの人たちってなんかすんごい技術で燃え上がっていくからね。なんかなんだったかな、なんかのあれで有機入れると液晶の優位性で戦ってて、まだ液晶には発展するあれがあるけど、有機入れるはもうそれ以上のあれがないんだみたいなこと言ってたんだな。でも色のはっきり具合とか反応とか今のとこ全然勝てないからね。テレビだって UKL 出してきたぐらいだからね。どうなるか分からない。とりあえずね、今俺たちは考えなくていい。どっちもまあ実用には耐えますよと。液晶でも UKL でも耐えるけど、くっきりはっきりって見たかったら、まあそら UKL 一択ですわ。よく韓国はダメだとか、韓国の製品はダメだ、サムスンは爆発するとか、もうそういうのはあるけど、もう、負けてるってことは自覚しないといけない。日本は負けてるってことは。一番売れてんの、アンドロイドはギャラクシーだからね。ていうか、スマートフォンで一番売れてんのギャラクシーだからね。サムスンだからね。iPhone なんかは日本ではすごいけど、世界でトータルで見るとギャラクシーだからね。世界一売ってるメーカー、スマホ売ってるメーカーはギャラクシーのサムシングだからね。サムスンだからね。ということは、それだけお客さんの苦情とかいっぱい受けて、お叱りもいっぱい受けて、いっぱいヒントもらって、で、爆発事故起こしちゃったもんだから、いっぱい研究してるんだよ。その会社の製品が悪いわけないじゃん。で、売れてるってことはいいものだから売れてんだよ。アメリカ人大興奮だよ、ギャラクシーノートで。売れてるってことは、長年ずっと売れ続けてるってことは、いい商品です。たまたま、やっちゃったってことでね、去年。やっちゃいましたと。で、やっちゃった人は強いんだよ。
次強いんだ。反省するからね、研究するからね。だから爆発の心配はしなくていい。爆発の心配はしなくていい、うん、もう徹底的に考えてるからそこは大丈夫で、性能は同じチップ使ってるからね、 Xperia とかと同じチップ使ってるからもう同じなの。 iPhone だけだ、 iPhone だけ独自開発だからね。つうわけで同じですわ。ていうか全部使えるよねもうそこらへん Xperia がどうたら Galaxy がどうたら iPhone がどうたらっていう、もう言わなくても全部実用に耐えるんだわ。液晶がすごいとか悪いとか分かんないんだわ、そこまで。湯切ると液晶はきっとくっきらきで差がつくんだろうけど。いやもう、だからもうそこはね、うん、もういいでしょっていうレベルなんだよ。うん。だからまあ、何買っても好きなとこ買ってくださいですわな。俺はギャラクシーが欲しいけどね。どうしても iPhone、いまいち iPhone っていうのがよく、いや、なんか、高すぎるっていうのがね。いや。いや、まあ、でも、デザインだ、俺は iPhone X 好き。好きです。大好き。 iPhone X のあれはかっこいいと思う。あ、ちなみにあの落下テストしてたの見たけど一発で割れたから、どっちも iPhone X も Galaxy もあの落下テスト見たけど、頭の170センチぐらいの高さから落としてら 100% 割れると思う。うん、割れる。最新の強化ガラスみたいだけど、実験で大きい割れてたから割れる。 iPhone8 も iPhone10 も Galaxy も割れる。ガラス使ってるから両方。あれ、両方ガラスだから。3機種ね、全部ガラス、両面ガラスだから。割れます。もう実験で見て、見ました。思いっきり割れてました。それは割れるわなと思ったけどね。割れるわなと思ったけど、割れました。最新の強化ガラスって言ってるけど、割れます。カバー必須です。もう必須です。もう絶対カバーつけてください。うっかりあるからね。さあ次の話題に行きましょう。何の話しよっかな。別に無理やり話すことなんかないんだけどね。話すことで頭を使って、考えることができるからいいのよ。スマホの話はしたね。ゲームの話もした。クレームの話もした。じゃあ何の話にしようか。ああ、そうそう。最近の俺の体調について話そう。最近ね、きついんだわ。なんかよくわかんないけど、眠くて。で、今日も昼動画撮った後眠くてなってね、コーヒー飲むんだけど体調悪くなるしね、と思って、でも飲んだんだよ。案の定体調悪くなって飲んね。寝ました。この場所で。パソコンの前で。で、ジャンプ買わなきゃいけないなと思いつつね、家から出る気がしないんだわ。これ、ツタヤに行って、ツタヤでちゃんとツタヤカードを使ってポイントを貯めなきゃいけないんだっていう、みたいな、こういうね、こだわりがあるもんやん。だから、コンビニに行かないんだわ。俺はツタヤのポイント貯めるんだよ、みたいなね。そして、そう、それを、さらにそれを目的にして、体を動かして運動になるから、ツタヤでしか買わないんだよ、ってのがあるから、コンビニで買わないの。だったら、そしたらね、今度は逆に今度は遠いから動きたくねえ。家から出たくねえ。ってなるんだよ。で、ちょっと外で家から外出て満足した。ああ、平和だーって。っていう一日送ったね。って思ったことが、うわあ、時間浪費してんなーと思ってね。でもまあ、これもきっと、まあ仕方ないと思うから。なんか元気出ないの。
どうしたもんかねと思うけど、なんか性欲も落ちてんだわ。美味しいものも特に食べたくないんだ。甘いもの欲しいんだけど。結構弱ってんだろうね。つうわけでちょっとね、だるだるな感じです。最近。こんなことお医者さんに語ることができないからね。語ると甘えてるってまた言われるから。いや、甘えてるって言われてもきついもんきついんだよって。なんかやる気出ねえんだよって。働かないといけないって分かってんだけど、やる気出ねえんだよね。まあ、なんとか自分のケツ叩いて、まずはコンビニじゃなくて、ツタヤに自転車でまず行って、往復できる体力ちょっと取り戻さんと、足がすんげえ細くなってるから、足がね。頑張る。だいたいうろちょろすることを1週間もすると、バイトできるぐらいの体力までは回復すると思うからね。一週間ぐらいはうろちょろする必要があるのよ。まあちょっといきなり動くのはきついんだわ。弱ってっからきついんだわ。幸いなことに求人案内じゃなくて、履歴書やるから、まず履歴書を書けばちょっとは元気になるかもしれないね。一歩進んだって感じ。履歴書最近書いてないから、昔書いた履歴書もう使えないからね。うん。幸い履歴書あるのよ。まず書いてみようか。うん。履歴書を書くとこからスタートしよう。そこからスタートしないと、このままダラダラ言って今年終わりそうだわ。ちょっとやばいそれは。やばいっす。何がやばいって。寿命来ちゃう、そろそろそんなことしてっと。よし、40分ぐらい話したからね。撮影終わるかな。この見た目はね、さすがにね、汚いのは分かってんだよ。ごめんなさいね。まあ、同じを見てる方は、ほとんどが男の人だと思うから、求めてないと思うからね、俺を美男子みたいな、ガクトさんみたいな雰囲気をね、求めてないから、まあいいと思うんだけど、女性の方見てたら、こう、ほら、いい服と、ちゃんとおひげ剃って清潔感があるイメージをしてください。してください。うん。さ、なんかもう、なんかもう訳わからんこと言い出したからね、切るね。じゃあ、またね。